ございます。今日は10月の5日、5日ですね。まあ11時半ね。まだちょっとお昼には早いんだけど、もう昼ご飯作っちゃいました。朝ごはん今日はちょっと私寝坊しちゃってほぼ食べてないのでサラダ作りました。この間、昨日か、作ったグリルドチーズもまだちょっと残ってたのでサラダと一緒に食べようと思います。はい、ということで決心がついたので前髪を切っていきたいと思います。こんな感じにしようか。あんまり分厚めに作らずに、最初はちょっと薄めに作って調整していきたいので、とりあえずこんくらい切ろうかな。すっごいシースルーバング的な感じになりそうだけど、もうちょっと取ってもいいかな。もう少しだけ取りました。厚み的には大丈夫そうかな、わかんないけど短くしていっちゃいます。うわ、すごい、なんか姫カットみたい。なんかすごい慎重すぎてちょっとずつしか切れないんだけど、切り終わりました。いきます。じゃーん。わー、めっちゃ慣れない。変なの、すっごい変な感じ。なんか今までにない変な感じ。前髪切った時こんな感じじゃなかったような気もするんだけど、わー、めっちゃ変な感じ。なんか本当にどうしていいのかわからないんだけど、なんかおでこに髪がかかってるのも変な感じだし、髪の毛とか巻いたら可愛くなるのかしら。なんかどうしていいのかわからないだけど、今まで通りこうやってかき上げれば前髪若干消えるんだよね。若干変だけど、この辺なんかちょっと80年代風だけど、まあなんか消えるっちゃ消えるかな。こうやってやれば今まで通りな感じにはなるけど、一応もうなったね。出そうと思えば出せるから、ちょっととりあえずしばらくは超違和感だと思うんで、ちょっとどうしていいのかわかんないけど、ほんと何年ぶりって感じ。幼くなった気がする。うん、やっぱ赤だからなんかちょっとあれなのかな、色がわかんない。もうわかんないけど、もう切っちゃったし別に後悔はしてないので、とりあえずはこれでいきます。今昨日言ってたシェルフの木を切りました。こんな感じでちょっと小さめかもしれないけど、若干またね木が曲がってるの で、あとヤスリこれからかけなきゃいけないんだけど、ちょっと外暑いので明日やろうと思うんで、とりあえず今日は木を切ったので、あとそうだな、色とかもまだちょっと決めてないけど、それも一応明日やろうかな。明日できなかったらまあ土日でやるんだけど、まだ木が余ってるから、一応1個作ったけど、作ったっていうか切ったけど、もう1個作ってもいいかな。まあちょっと1回作ってみてどんな感じか見たいので、はい、とりあえず今木切ってきました。子供たち帰ってきたので、これからこのパンプキンスパイスロールを作ろうと思います。今日の夕ご飯は手作りピザにしようと思うので、ちょっとそれまで用意しないといけない。玉ねぎ切ってちょっと用意していこうと思います。子供たちはこれ作るんだけど、うちらはピザクラストを買ってきたので
いつも通りな感じで作っていこうと思います。めっちゃ簡単。これとこれとこれとこれしか入ってないから、適当にトッピングはみんなつけても、どちらはこれで作るので、これは先生にやってもらいます。うちらのはこんな感じで、ちょっとだけチェダーチーズも足しました。めっちゃ薄いでね。で、子供たちと先生のお姉ちゃんが作ったやつはこっちですね。もう、 うちらのちょっとでかいからちょっと分け入れるけど、みんななんかこれとか顔になってて可愛いと焼けそうですね。初めてなんていうの、冷蔵のくるくるってなってる生地使ってみたんだけど、ピザもいまいちだった。ちょっとね、やっぱり手作りで作ってたから、やっぱそっちの方が美味しいですね。全然本当に全然味が違ったので、あと少しだけ焼きすぎちゃったから、まあ若干味もある。まあトッピングは美味しかったんで、まあピザ全体的にはまあ良かったけど、やっぱりまあやっぱ手作りの方が美味しいですね、生地はね。まあ、子供たち の丸いやつは食べてないので、どんぐらいのどんな感じの味だったか分かんないけど、みんな美味しいって言ってたので、まあまた買ってもいいかな。5ドルぐらいだったし、安かったからいいかなとも思うし、でも次は時間あったらちょっとやっぱね、生地から作りたいなと思うので、子供たちが時間があるとき、まあ時間があるときは帰ってきてから時間がまだあったらやりたいなと思うので、まあ次はそうしようとは言い切れないけど、またキットみたいになるかもしれないけど、まあでもみんな好きだったんで良かったですね。まあまたキットは別に買ってもいいかなって感じですね。はい、ということで今日のビルはこの辺で終わりにしようと思います。ちょっと前髪まだ全然見慣れないから変な感じだけど、はい、ということでまた明日のビルでお会いしましょう。バイバイ。